道産日本酒の魅力を知る今回の企画。お邪魔したのは海空の春。アイヌ民族の家屋を模した知性がある居酒屋さんで、たくさんの道産日本酒を楽しむことができちゃいます。ちょっと早速、ね、お話がいいね、はい、ね、聞いてみようかなと思います。もう待機してます、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にようこそお越しくださいました、はい、なんかもう日本酒をまず知ってもらえるきっかけとなれればいいなと、うん、心から思ってますので、よろしくお願いします。お願いします。崎本さんが激推しする道産日本酒を味わわせていただきます。まず一杯目として飲んでいただきたいの、あ、なるほど、小樽の宝川という宝川、はい、お酒なんですけど、さっき漢字テストでありましたね。あれ、 あったね、出発する前の漢字テスト。漢字テストではないんだけど小樽の酒蔵田中酒造純米酒宝川、幅広のグラスは香りを感じてもらうためのこだわりです。本当、あ、薄いかなと思うんですけども、うん、最後余韻が鈴のようになる感じを楽しんでください、鈴のように。難しい、あ、壮大、あ、わかる、広い感じが、そう、スーンってなってる。え、でもわかりますよね。しばちゃん、お味はいかが？ザ日本酒って感じする。なんかサラサラしてて、マジもうスーンって感じアイリの感想は？シンプルな、すごいザ日本酒って感じだけど、すごいスーッと入ってくる感じがありますね。いや、本当に清涼感と一杯目にめちゃくちゃちょうどいいお酒で、食中酒、食前酒、よっしゃ今日は飲むぞという気合の一杯にちょうどいいなと思っておすすめしております。実は小樽でしか出さないっていうブランディングなんです、札幌で宝川には出会えない状況で、なぜここにあるかというと、日本酒の理事長の会長のですね、田中酒造の田中さんがですね、もう特別に置いていいよと、1店舗だけでございます。すごい、激レアですか？はい、激レアを一発目に持ってくる、それをいただけちゃってるわけなんですね。よろしくお願いします。すごいですね、真っ赤ですけど大丈夫？やばい、赤くなって急に冷めるから冷めちゃうんだ。怖いから急に戻るから、はい、じゃあ次は、はい、はい、続きまして函館酒造さん、北海道で今一番手に入らないと言われてるゴッホでございます。ゴッホではなくゴッホ、本当に北海道に激震を走らすような、今までかつてない日本酒を作り上げたと言われておりまして、この酸味、今度は酸味を感じてほしいですね、はい、あとキレの良さ、これを料理と合わせていただきたいなと。続いてはマリアージュで日本酒を楽しみましょう。2人のために作っていただいたアテですよ。これもやっぱり日本酒に合うようなもので考えて作られてるんですか？はい、そうですね、はい、絶対にもう本当日本酒と料理はもう絶対ないと楽しめないと思ってる。ナスとズッキーニの揚げ浸しでいただきます。まあ、私がイメージしてる日本酒に近いけど、すっごい飲みやすい。なんか多分酸味が強いから、私結構酸味強いの結構好きだから、でもなんか全然日本酒なんだけど日本酒っぽくないっていうか、なんかね、めっちゃ伝わってほしいすっごい美味しい。あとご飯に合うのすごいわかる。流し込まないといけないよほんとだ、酸味すごいですね。そうなんです、なんかこれだったらもう何のお料理でも合いそうな感じがします。すごいすっきりしてる。基本的に米なので日本酒はもう米におかずになるものは結構合うって言われてて、そういうこと。
でもその一つ一つの料理で化学反応が全然違うんですよ。なので今ズッキーニの化学反応を楽しんでいただいて、はい、本当にそのなんかもう日本酒って本当にピーチクパーチク喋りながら飲むのがオツだと思ってるんで、はい、もう感じたことをままそのまま言ってもらえたら楽しいと思います、はい、2人がいただいたのは小樽田中酒造宝川と函館醸造ゴッホー、激レアな日本酒に大満足でした。本当にビールぐらい飲んでほしいと、うん、その敷居が高いってイメージが、うん、日本酒、うん、みたいなじゃなくて、ビールぐらい、あ、日本酒、夏だし日本酒みたいな、そんな感じでどんどん飲んでもらいたいんだよねっていう敷居を下げて、なんか本当皆さんにもっと飲んでもらいたいな。崎本さん、美味しい日本酒と楽しいお話ありがとうございました。今日の一言、日本酒はみんな個性的、そして日本酒に関わる人はもっと個性的である。はしばしらべ。今日一日で日本酒のことたくさん知れたし、いろいろな種類の日本酒を飲めて、どれも全然違くて面白かった。自分のお気に入りの日本酒見つけたいな。今回お邪魔したのは千歳鶴酒ミュージアム、そして北海道の酒蔵の日本酒が楽しめる海空の春。皆さんも道産日本酒に注目してくださいね。北海道こんなに美味しい日本酒いっぱいあるんだよっていうの、ね、もっとたくさん飲みたくなるね。見たくなりますね、うん、ありがとうございました。今日はありがとうございました。どうもキルです